はいどうも、ポッカメです。お、白星取り場が今年も出てきてますね。変な形をしてるけど、ガの仲間ですね。芸術点高いでしょ。お、なんだこれ。なんか丸っこい見た目をしてるし、甲虫とかカメムシとかそれ系か。こっちを警戒してるんでしょうか。葉っぱの裏を歩いて逃げてますね。いや、なんだこの形は。あれ、本当にこれ甲虫かカメムシか。なんか違くない？なんだこれ。よく見てください。これ何の仲間か、さあ分かりましたか。体があまりにも変な形なんでね、惑わされてしまいますが、顔に注目。おっきい複眼にぴょこっと出た短い触覚。この特徴は、そう、これはハエの仲間ですね。いや、よく見ないと騙されるな、ちっちゃいし。はい、こちらは鎧島ハエと名前がついてるハエみたいです。お、ハエらしい動きをし始めましたね。非常に特徴的な見た目ということもあって、その存在自体は昔から知られていたんですけど、しばらく和名がついてなかったみたいで、ステガノプシス属の一種とか、まあ、学名で紹介されてることが多かったんですよね。なんか最近発売した某図鑑に和名が載ってるっていう情報があって、見てみたらマジで鎧島ハエって載ってました。これいつついたんだろう、ちょっとわかんないんですけど。ちなみに学名でなんとかオプシスみたいな感じでついてたら、なんかに見えるとか似てるみたいな意味なんで、元ネタがある場合も多いですね。これはカブトショウジョウバエの仲間に似てることから名付けられたみたいです。和名もカブトと鎧だし、なんか意識してつけたのかな。体長はだいたい3ミリくらいとかなりちっちゃいんですけど、とにかく見た目が個性的です。なんでこんな変な形をしているのかはわかりません。何かメリットがあるんでしょうか。足や頭を掃除してますね。ケースが汚れてたんでしょうね。横から見ると分かりやすいですね。体がくの字に曲がっちゃってます。そして羽は体にぴったりとくっつけるようにして止まってます。だからハエっぽくない形に見えますね。一見甲虫のようにも見えます。まあもちろんハエの仲間なんでね、甲虫のように硬い羽は持っておらず、薄い羽が2枚あるだけですね。そして頭部の複眼の間が薄い黄色をしているっていうのもかなり特徴的です。触覚は濃い黄色をしてますね。模様の入った大きな複眼が発達してます。これはハエの特徴ですね。頭頂部にはちっちゃい単眼もあります。シマバエの仲間の幼虫は基本的に腐食性と言われていて、落ち葉とか土とか朽木なんかに生息しているものが多いみたいですけど、このハエは一体どこから発生しているんでしょうかね。特に珍しい種類でもなく、まあ、ここも住宅街の中にある公園なんでね、まあ、そんなに豊かな自然とか特殊な環境が必要というわけではなさそうですね。お腹側から見てもちょっとハエっぽくない甲虫みたいな形をしてます。お腹は真っ黒ですね。なんか丸っこくてほんと可愛いですよね。はい、というわけで今回は鎧島ハエを観察しました。嫌われ者が多いハエの仲間ですが、家の中に入ってくるようなもの以外にもいろんな種類がいるんでね、皆さんもぜひ外で見かけたら観察してみてください。というわけで今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。